船木正勝です。それでは今回の質問です。船木選手が1984年に新日本プロレスに入門してから、実に40年という長い年月が経過いたしました。そこで興味があるのは、船木選手はいつの時代が一番強かったのかということです。新日本プロレス時代、UWF 時代、 藤原組時代、パンクラス時代、ドリーム時代、全日本プロレス時代、そして現在の船木選手。仮にそれぞれの時代の船木選手がリーグ戦で戦ったとしたら、どの時代の船木選手が優勝すると思いますかというですね。えー、まあ空想ですね。来年、えー、デビュー40周年、えー、40年経ってしまいました。 えー、15歳が今55なので、まあそういうことになりますね。あっという間ですね。えー、まあその40年の中で、まあいろんなその時代の自分がいるんですけども、どの時代の船木正勝が一番強いのか、ということでまた空想、えー、してみたいと思います。まずは新日本プロレス時代ということで、まあヤングライオンの頃ですかね、まあ、18から19ぐらいが一番いい時代だったと思うんですけども、スタミナはですね、まあ、 今、今までで一番あったと思います。もう本当にあの、道場で3時間、国宝の道場で5時間ぐらいですかね、毎日やってましたので、もう本当に1日中その動きもあってたと。ですぐ回復もしますので、まあ、もっとその練習ができるんで、1日3時間ちょっと増やしてもらいたいなぐらい思いました。まあ、なんですけど、まあ、10代なので、まだその力とですね、その、あとはその技、 経験が全く薄かったと思います。18、19、新日本プロセス、ヤングライオン時代ですね。そして次に、新生 UWF 時代、海外から帰ってきて外戦帰国をして、まあ、最初の半年でちょっと怪我をしてしまってですね、でその次の年ですね、復帰後、ちょうど21、一歳の頃ですね、あの、成人した後、山崎さん、高田さん、そ藤原さんをこう連覇して、 ですね、あの頃は多分一番調子が良かったと思うんですけどもえ、10代に比べて力が増しました。で、技術的には、まあ、新日本プロレスの関節技、まあ、海外で教えてもらったその足首固めにプラスしてですね、えー、この時はその四国宝をやめてですね、ボクシングを始めましたので、技術的にはパンチが新たに加わった感じですね。 そして、えー、次の年、22歳、えー、藤原組になりました。えー、まあ、ちょっとですね、あの、藤原組はすごく、あの、環境が良かったので、まあ、あの、裕福になったということですね。えー、ちょっと太り、太りましたね。ので、ちょっとスタミナが落ちたような感じになります。モーリス・スミス戦です東京ドームで初めて行った時に3分5ラウンドだったんですけども、ヘトヘトになりました。 なので、まあ、ちょっとそれ以前よりもはあのやっぱりハングリー精神がなくなるとやっぱりちょっとこう動きも悪くなるんですかねあのまあそんな感じであの技術的にはちょうどこの頃はその藤原組の道場から北西ジムですね足立区の北西ジムムエタイのジムに行って、えー、練習しましたので蹴りが新たに加わりましたいよいよ えー、パンクラス時代ですね。ここが一番長いんですけど、26歳くらいが一番、えー、いい状態だったかなと。ハイブリッドボディになりましたので、まあ、スピードが増しました。で、試合の中身がですね、プロレスって言ってたんですけど、試合の中身がほぼ格闘技なので、まあ、ここで一番その強くなるその経験をですね、積むことになりますので、まあ、肉体と、まあ、ハイブリッドボディになって肉体と技術で経験がですね、こう、 こう加わって、まあ一番その、まあ、揃ってる時期かなと、26、7ぐらいですかね。なんですけども、肉体はちょっとこう一番ピークを迎えたんですけども、気持ちがですね、まだ、あの、安定してなかったと思います。まあちょっとこう浮き沈みが激しいというか、まあちょっとしたことでですね、まあすぐ怒ったり、時には切れたりですね、泣いたりですね、精神状態は一番その、 ぐらついていた不安定だったと思いますね。体は一番いいんですけども、えー、精神状態的には一番ダメだったような気がしますね。やっぱその新日プロス時代から UWF 時代、バーッとこう勢いがありましたので、まあ、その勢いがパンクラスでちょっとこうなんか、えー、止まったような、すごくこう考える考えるうようになってしまったので、もう あの、本能的なものがですね、ちょっとこうなくなっていたような気がします。で、ここでですね、一旦引退をします。31歳だと思います。そこから7年後、えー、復帰します。K1 ダイナマイト2007年で復帰します。えー、38歳ですね。その流れで、えー、このドリーム時代になります。2008年から2009年ですね。39歳で、 この復帰戦をした2007から2009年までの2年間ですね、一番その精神的に強くなったと思いますね。あの、本当に新弟子の時、新日本プロレス新弟子の時よりも、37、38なので、まあ、いろんなその経験をしたプロ、格闘技、プロレス格闘技経験をした、 後にですね、もう一回その一からやり直さなければいけないということで、まあ、その精神的、肉体的、ものすごい苦しかったですね。つらい、つらい、つらいし、苦しいし。やっぱりその自分よりもその下の選手たちが、この7年の間に、ものすごく進化してですね、その総合格闘技の技術的にも、ものすごく進化していましたので、そこにもうこう、久しぶりに、7年ぶりに、そのですね、あの本格的にトレーニングをして、 その食らいついていかなければ復帰できないと。復帰をしてもまたその勝ち星をですね、その得るためにはもっと努力をしなければいけない。ということで、ここで、まあ、ここで一番人生で、まあ、過酷な時,時期というかですね、過ごした気がしますね。あの、あの、それこそ藤原組の時以上にですね、その報酬というか、 は、あったんですけども、なんですけども、あの、肉体的に、その、やっぱりその、ブランクがありますので、やっぱりその元に戻さなければいけないということで、あの、ま、しかも総合格闘技という場所もですね、あって、ハングリー、ハングリー以上にその、ハングリーにならなければいけなかったというか、 もう死ぬか生きるかの状態ですね。精神状態で、なんかその、トレーニングをして試合をしたと。まあそんな感じの時代、この2年間ですね、えー、だった気がします。まさにその、生きて、生きていることが修行というそんな感じですかね。ので、まあここまで、これで、これをその、え、あの、やりきることによって、今までにないですね、強い気持ちが出来上がったと思います。あと技術ですね、技術も、 自分がそんな7年休んでる間にその進化したですね、総合格闘技の技術がたくさんありましたので、え、若い頃に比べるとその力とかスタミナは落ちてますけども、あの技術とですね、気持ちの強さは比べ物にならないほど、この2年間で進化したと思います。そして、まあそれを引っさげた上でですね、2009年から2013年まで全日プロレス、44歳、 やっぱりその全日本プロレスだとすればそのチャンピオンカーニバルとかですねそう三冠戦本当にあに30分を超える試合が結構多かったですあとはその打たれ強さプラスその三冠戦などのです、ね、長時間を試合をするスタミナが養われましたので、まあ、ここが一番良かったかなという気もしないでもないですね。 えー、そして、まあ、来年40周年を迎える、今、55歳ですね。もう、そうですすごいですね、その全日本を終わってからもう10年ぐらい経ってるってことですね。あっという間です。まあ、全日本プロレスで、そのバリバリやっていった時から11年ですね、経って、まあ、体力、回復力が落ちました。10年経ちましたので、でやっぱりその体のですね、その、 何ですかね。まあ、落ちた部分で、その、できなくなった技なんかもあります。ただ、質今の状態で必要最小限の動きですね。無駄、無駄のない戦い方。い、いかにその自分の有利な方向に持っていくかっていう、その、戦い方がですね、できるようになったと思います。何よりもその経験がですね、一番ありますので、今までのどれよりもですね、どの時代よりも経験は一番あるという感じですね。 で、どのまあ時代の船木正勝が一番強いかっていうことなんですけども、新,、まあ、新日本プラス UWF 時代勢いがありました。もう、恐れるものは何もない。そして藤原組になって、えー、環境が良くなって、ちょっとこう、ハングリー精神がですね、なくなりつつ、そこからパンクラス。で、また、その、 経験を積んでですね、肉体と経験は一番いい時代がこの時代なんですけども、やっぱりその先ほども言ったんですけど、20代よりもはですね、20代前半よりもは勢いがなくなったかなと。まあ先ほども言ったんですけど、何よりも精神的に不安定だったと。まあ難しい。あの強さはですね、精神状態がものすごく左右します。まあいくらそのすごい肉体、まあいろんな技術を持っていてもですね、気持ち、 心がですね、安定してなければ、うまく発揮することはできません。ので、まあ、そこから考えると、ちょうどその復帰をして、えぇ、ー、まあ、ドリーム時代の2年ですね、ダイナマイトドリーム2年以降の、えー、全日本プロジェクトにその復帰をして、ちょうど3冠を取った頃ですかね、プロレスの長時間のあの、試合もできるようになった、その頃が、 断然その、まあ、精神的にもですね、まあ、プロレスもものすごく精神鍛えられます。相手の技をバカバカ受けてですね、投げられて、それでもその耐えて、それで試合をその最後までやりきらなければいけないということで、まあ、短距離走と長距離走の違いですかね、その格闘技とプロレス。 まあちょうどた、その三冠を取った頃が、まあ、プロレスでもある程度、その、なんですかね、ちゃんとこうできるようになって、で、新しい、その、格闘技の技術も持っていて、で、せ、復帰後のですね、その、一番強く、その、精神を鍛えられた、その、地獄の2年間、まあす、すすべてこう、揃ってるかなと。まあ、この43、2、3の頃が一番、いい、 審議対揃ってるかなと思いますね。あのー、まあ、このリーグ戦があるとすれば、まあ、今の、今の、この55歳の自分か、この43歳の自分がですね、最後に残るような気がしますね。<laughs> で、なんで、その、まあ、昔の自分対今の自分っていうことで、まあ、その、なんで今の自分がそんなに強いのかっていうことをですね、この、言います。あのー、1分半、90秒。 いなんいで,、まあ、でかというとですね、ずるいんですけども、すべての時代の自分のことを全部その今の自分を把握してますので、まあ、新日本プロレスの頃の自分、UWF の頃の自分で、藤原組パンクラスの頃の自分、まあ、それぞれの自分の時の時代の自分の弱みを知ってますので、まあ、そこをつけば、えー、まあなんとかですね、勝つことができると。ただその戦いはですね、肉体ありきなので、まあ、 あの若い頃の自分と戦うとすればラッキーが起こる可能性打撃戦ですね打撃戦でラッキーが起こる可能性もありますのでまあ何が起こるか分からないんですけどもまあその頃の自分が何を得意にしているか知ってる知っていないの経験とですねあと今の自分の精神的な強さは戦う上でのかなりの武器となると思いますのでまあ肉体はですね不利んですけども技は最先端を知っているということであとはその やってくる相手が何を得意にその入ってくるかも全て知ってる。やっぱりその知ってるってことはですね、ものすごく大きいです。なのでまあ、そうですね、あの、うん、だから、やっぱり、えー、2000年、コロシアム2000で,ですね、その、自分と戦ったヒクソンさんは、おそらく、えー、日本に来て、そのバリトゥー。 の、連戦、連勝をやってるときに、ま、すべてそんな感じで、その、他の選手とですね、対戦相手と試合してたんじゃないかなと。本当に知ってるっていうことは、ものすごく強いです。で、知らないっていうことは、まあ、あの、思いっきりの良さにも繋がるんですけども、知らないというのは一番危険ですね。うん、技、技知ってる人と、まず知らない人の戦いは、本当にあの、 あっという間に勝負がついてしまいますので。まあ、ということで、まあ、40年のキャリアですね、経験はものすごく大きいなと。まあ、それは今の自分の財産だと思っています。えー、ですね、以上です。今回は、どの時代の船木正和か、一番強いかをお話し,しました。ご視聴ありがとうございます。